クネートラ、クネートラ、クネートラ、アルクネーティラ、クーナイトラ、エールケイトイラ、クネティラ、クーナイトラ、アラビア語は、シリア、シリアアラブ共和国南西部のクネートラの県都で、戦争で破壊され、廃墟となっている都市、レバノン及びイスラエル国境に近い町で、ゴラン高原の谷間に位置し標高は1,010 10メートル。クネートラは、オスマン帝国時代に、 ダマスカスから南方へ向かう大正路の中継地として作られ、後にはイスラエル国境に近い戦略的に重要な都市として平営が置かれ、人口は2万人を数えた。1967年6月10日、6日間戦争、第三次中東戦争の最終日にクネートラはイスラエル軍に占領された。1973年のヨムキプール戦争、 第四次中東戦争で、シリア軍が一時は脱海したが、イスラエル軍の反撃により、再度イスラエル軍が脱海した。1974年6月に、イスラエル軍は撤退したが、それまでにクネートラの街並みは激しく破壊されていた。現在、クネートラの廃墟は、国際連合兵力引き離し監視軍、アンドフの管轄するシリアとイスラエル間の兵力、引き離し地帯にあり、 両国の事実上の国境からほど近い場所にある。イスラエルはクネートラを故意に破壊したことについて国際連合の非難を浴びている。一方でイスラエルはシリア政府がプロパガンダ利用のため故意にクネートラを再建しないと非難している。クネートラはシリア南西部のクネートラ県の県都ということになっており、クネートラ県はイスラエル占領下のごン高言を 管轄していることになっている。クネエトラは、ゴラン高原の内シリアが支配している部分にある。クネエトラは、ゴラン高原の内部、標高の高い谷間に位置する。すぐ西には、ゴラン高原の内イスラエルが管轄している部分が迫り、ハルベンタル、ハーベントルの峰がそびえる。周囲の平地からの高さおよそ150メートルから200メートルの下降級が多数あり、 ここから古代に流れ出した溶岩流が五覧高原の地形を形成している。またこれら古代の加工球は戦いの際には監視及び砲撃の拠点として重要であり、特に第四次中東戦争の際は丘をめぐる争奪戦が起こっている。平和な時代には火山性の肥沃な土壌は小麦栽培や牧畜などの農業活動を支えてきた。 クネートラは重要な交易路の途中にあり、歴史上のほとんどの機関は住民がいた。20世紀初頭はコーカサス地方からオスマン帝国に逃れたムスリムたちが入植していた。1946年のシリア独立時には人口は2万1人を数え、多くはアラブ人だった。1967年に放棄され、その後の破壊もあって人口のほとんどは シリア各地に散った。シリアの治安関係者が残る以外、クネートラは今も放棄されている。クネートラ周辺は数千年にわたり人が住んでいる。近郊からはムステリアン文化、ムスティエ文化、マウスティリアンの石器が発掘されるなど、旧石器時代の資料民や採取民が住んでいたことが伺われる。集落は古代、ローマかビサンティン時代に遡り、ダマスカスから パレスチナ西部への道の宿場となっていた。聖パウロはエルサレムからダマスカスへの道の途中でこの付近を通ったとされる。有名なパウロの改心が起きた場所は伝統的にクネートラから北東にある小さな村コカブ、ココブとされてきた。近代のクネートラはオスマン帝国が古代の住居の石材などを再利用して作ったキャラバンサライ、大正宿の周囲に発展した。 20世紀までに、クネートラは、ゴラン高原地方の行政中心地となり、ロシア帝国に追われて、コーカサスから逃げてきたムスリム難民の入植地となった。第1次世界大戦の際、1918年9月29日、オーストラリア騎兵士団などが、ダマスカス攻略の途上で、オスマン帝国軍をこの地で破っている。また、第二次世界大戦のシリアレバノン作戦の際にも、A、イン。 自由フランス連合軍とビシー政権軍との戦いが行われた。第二次世界大戦後、シリアがフランスからイスラエルがイギリスからそれぞれ独立すると、クネートラは両国国境から 64km40 マイルにある主要道路の交差点として戦略的に重要となった。市場と基地が置かれて人が集まるようになり、 クネートラの人口はアラブ人を中心に2万人を超えた。クネートラにはシリア軍の司令部が所在した。第三次中東戦争、6日間戦争最終日の1967年6月10日、シリア軍が混乱に陥るうちにイスラエル軍はクネートラを占領している。この日の朝、イスラエル軍が北西から進軍すると、クネートラのシリア軍は激しい砲撃の中で、 ダマスカスへの道を守るため街の北に展開しようとした。午前8時45分、シリアのラジオ放送は誤って、クネートラが陥落したと報じた。シリア軍は驚き、移動中の部隊はそのままダマスカスへ向かって、退却を始めた。2時間後訂正の放送がなされたが、イスラエルは混乱に乗じ、クネートラを占領した。 アルバート・マンドラー大佐の指揮する部隊は午後2時30分にクネートラに入ったが特に抵抗はなく街は荒廃しシリア軍の装備が散らかったままだった戦車はエンジンが動いたままで通信装備も動いたままであったタイム氏はダマスカスのラジオは停戦を実行するよう国連に圧力をかけようとするためにエルクネートラが実際に占領されるよりも3時間前に クネートラ陥落を報じたが、自軍を不利に追い込んだ。自軍の司令部が降伏したとする。この早まった報道は、ゴラン高原に残されたシリア軍部隊の指揮を損なった、と報じている。午後遅くに停戦が合意され、クネートラは、イスラエル占領下のままになった。1967年6月、タイム誌は、エルクネートラは、ゴーストタウンとなり、商店はシャッターを下ろし、 誰もいない通りを家から家へ隠された武器弾薬がないかイスラエル兵が捜索している。シリア軍がガリラエアコの向こう岸の鬼没軍砲撃に使ったマジの線のミニチュアのような要塞をイスラエル兵が組織的に破壊する旅、他に爆発音がこだますると報じた。国連事務総長特別代表ニルスイコールゴラングシング、ニルス、ゴランガシングは7月に クネートラを訪れ、ほとんどすべての未成家が内部に侵入され略奪されたように見えると述べ、いくつかの建物は略奪語尾をつけられていたとも述べた。イスラエルのスポークスマンたちは、グッシングにクネートラは撤退する。シリア人たちが略奪したと説明したが、国連代表はラジオの誤報から、実際の陥落までの数時間では、略奪の時間としては短すぎるためあり得ない話だと見た。 彼は、クネートラの町に対する、この広範囲の略奪の責任の大部分はイスラエルに、あると結論した。荒廃したクネートラは6年間イスラエルの占領下に、あった。しかしこの間、現在も、イスラエルとシリアは、戦争状態にあり、シリアは1970年代初頭に何度か、クネートラを砲撃している。1970年6月、シリア軍部隊が攻撃を仕掛けた 1972年11月には、ダマスカスの放送は、シリアの砲兵が再度、クネートラを砲撃していると報じた。1973年10月6日に勃発したライオン時、中東戦争、ヨムキプール戦争の最初の数日間、クネートラは、シリア軍が奪還したが、イスラエル軍は反撃して、再度奪還した。1973年10月半ばに、 イスラエルの反撃が始まった時点で、シリア軍は、長さ1 0 0キロメートル近い前線に仙台の戦車を置いていた。イスラエルは戦車を集中させて、シリア軍に突撃し、シリア軍は最初後退したものの体制を立て直し、占領地へ反撃した。クネートラは何度も、両軍の手に渡ったが、ファントムとスカイホークによるナパーム弾攻撃に、支援されたイスラエル機候部隊は、終わり的に、 シリア軍の進軍を止めてを司会した。イスラエル軍はクネートラを1974年6月初頭まで占領したがアメリカ合衆国が仲介する兵力引き離し合意が1974年5月31日に調印されたことを受けてシリアの文民支配に返還された。クネートラを明け渡すことはイスラエル国内では賛否両論でイスラエル人入植者やリクード 国家宗教党は反対し短期間周囲に入植地を築いていたほどだった。合意ではクネートラの町はシリアの平和的な意図の証拠として再び居住のように供されることを規定しており、シリアに善行のための荷物を背負わせることでイスラエルが後方へ撤退することを促しようとしていた。6月6日に兵力引き離しは実行に移され、6月26日には シリア大統領、ハーフィズアルイコールワサドは、クネートラに赴もむき害の再建と残る占領地の回復を制約した。1974年7月初め、街に帰るシリア人難民に同行した西側の記者は、完全に破壊されたクネートラの廃墟を見た。タイム氏の特派員は、建物のほとんどは、ダイナマイトで破壊されたかのように平らにひしゃげ。 もしくは砲撃で穴だらけになっていたと報告している。ルモンド氏のシリア特派員はタイムズ氏に寄せた記事で破壊の詳細を次のよう書き記した。今日、町はどこにあったか見分けがつかない。屋根が地面に横たわった家は破壊しのように見える。瓦礫の一部はブルドーザーの軌跡がついた新しい土で覆われている。至るところに家具の破片捨てられた。 台所用品、6月第1週の日付のヘブライ語の新聞紙が散乱している。ここには引き剥がされたマットレス、あちらには古いソファのバネ、いくつかの壁はまだ立っているが、ヘブライ語で書き付けが残っている。また勝負するぞ、お前たちはクネートラを望む、お前たちは破壊されたクネートラを得る。街はイスラエル軍により組織的に破壊され、動かせるものは撤去され、 イスラエルの業者に売られていた。空っぽの建物は、トラクターやブルドーザーで引き倒されていた。タイムズ氏の特派員は、町が荒らされていた理由を推測して、イスラエル軍のクネートラ大挙は、ダマスカスから、イスラエルの捕虜たちが帰り、数々の拷問を受けたという話が広まった直後だと、術、シリアの捕虜虐待に対する報復を示唆している。シリアは、拷問を否定している。 イスラエルは、クネートラの破壊のほとんどは2回の戦争と、両軍による砲撃によるものだと主張した。イスラエル軍撤退前に書かれた記事のいくつかは、クネートラを、廃墟、砲撃で傷ついたと映している。タイムズ紙の特派員は、イスラエル軍撤退1ヶ月前の5月6日に、クネートラを見ているが、街を、廃墟になっており、7年間の戦争と放棄で、荒れ果てている。 まるで地震に襲われた大西部の街のようであり、もし、シリア人が取り返したとしたら、多大な再建の負担がかかるだろう。ほとんどすべての建物が、大きい損害を受けていると描写していた。これに対しイスラエル撤退前の街の状態を示す。直接的な証拠は、ベテランジャーナリストのピーター・スノーを含むイギリスのテレビ、取材班が遺憾のために兵力引き離し交渉を、取材した際。 1974年5月12日に撮影した映像である。この取材はイタンのニュース番組で報道された。タイムズの特派員、エドワード・モーティマーは、視聴者はこうして街のパノラマを見ることができた。街は1967年のシリア軍撤退以来、ほとんど空っぽのまま佇んでおり、多くの建物が損害を受けていたが、ほとんどの建物はまだ建っていたと述べる。 これがイスラエル軍の引き渡し後になると立っている建物はごくわずかだった。破壊された建物のほとんどは普通の砲撃や空襲の後に見られるような輪郭がギザギザになった姿でも乱雑な流れの山でもなかった。屋根が地面に横たわり建物がパンケーキのように潰れていた。私がこれまで知る限りでは内部の壁をダイナマイトで爆破した時にしかできないような 状態である。モーティマーはこの映像が、街の破壊のうちのほとんどは5月12日以後、戦闘がクネートラ周辺で起こっていない時期に行われたのではないかという疑念を与えるものだと結論付けている。国連は占領地のパレスチナ人の人権に影響を及ぼすイスラエルの観光を調査する特別委員会、スペシャルコミティツインベスティゲートイスライリー。 プラクティススフェクティング・ザ・ヒューモン・ライツ、オブ・ザ・ポピュレーション・オブ・ザ・オキパイド・テリトリスを組織し、イスラエル軍が撤退前に、クネートラを故意に破壊したと結論付けた。報告書の結論は、国際連合総会に送られ、クネートラの破壊を、ジュネーブ諸条約に対する重大な違反であり、このような行為に対し、イスラエルを非難すると述べるこの報告書は、賛成93、反対8。 危険74で1974年11月29日に採択された。国際連合人権委員会もクネートラの破壊に対する非難を賛成22反対維持アメリカが死臭国危険9で1975年2月22日に採択した。クネートラはまだ再建されていない。シリア政府は廃墟をその場に保存し、その破壊を記念する。 博物館を建てている。多くの建物の廃墟の前に看板が設置され、これら廃墟はイスラエル軍撤退時のままの状態に保たれている。街の以前の住民はクネートラに戻らず、シリアはこの地域への居住を阻止している。旅行ガイド、ラフガイズシリア版はクネートラを次のように紹介している。クネートラ郊外の平らになった家々が見える瞬間は非常にドラマチックである。 多くの無傷の屋根が瓦礫の上に乗っており、建物が内破したような印象を与える。クネートラは、シリアを訪れる海外の VIP たちの訪問地となっている。ソビート連邦の首相アレクセイコス水ンは1976年6月に、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世は2001年5月に訪問した。町の住民は、数家族と極わずかで、ご覧高原を警戒する。 国連部隊に対するサービスを提供して暮らしている。タイムズによれば、注意深く保存された廃墟は、シリアの一世代の巡礼地となっている。クネートラを観光客が訪れることも可能だが、許可が必要であり、軍の案内人が観光客の監督に就く。標準的なツアーでは、クネートラの病院跡、モスク跡、聖教会跡などを回る。 市の中心にある古いキャラバンサライの建物を使った解放されたクネートラ博物館では古代から中世の遺物を展示している。市の生誕はイスラエル管理地域との間の無人地帯が始まる場所である。この境界は閉鎖されており、クネートラからイスラエル側へ出ることはできない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。